こんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。本日は僕が持っているゴアテックスアウターの中から7点を選んで、なおかつその7点を買ってよかったなと思った順にランキング形式で本日は紹介させていただこうかなと思ってます。何かの参考にしていただけたら幸いです。それでは最後までよろしくお願いいたします。まずは7位から、マムートのカンタムジャケット。もう廃盤も廃盤で、もう新品ではね販売されていないモデルになります。最近のマムートのデザインとは、まあ、少し方向性が違っていて、赤いマンモスがなんだか懐かしく感じるのは僕だけでしょうか。昔からマムートを愛用している方にとっては、この赤いマンモスがね何よりもマムートの証だったはずで、このカンタムジャケット、見た目からわかるようにシンプルな美しさがね際立ってるんですよね。このシンプルさがね、また素晴らしい。余計なものを一切省いたその佇まいは人を魅了します。シャツや T シャツやロンティーなどの上からさらっと羽織ってもね、違和感がなく、ストンとね、街中に馴染むこの柔軟さがね、まあ素晴らしい。で、ただのシンプルというだけでね、終わらないのがマムートのいいところで、腕のラインがね、また綺麗なんですよ。直線的じゃなくって、もうしっかり立体的になるようにねカッティングされていて、ちゃっかりしてるっていうか、しっかりしてるっていうかね、もうねこういうところがね好きなんですよね。それにジッパーの引き手といった小さい部分にもねこだわりを隠せません。マムートにとっては当たり前のことなんだとは思いますが、やっぱりすごいなって思います。で、裏側は派手めなオレンジカラーで、意外にもね表のネイビーとの相性も抜群で、上品さのスパイスになっていてね、嫌味がありません。もちろんシームテープも丁寧に接着されていて、裏側を見るだけでもね品質の高さがわかると思います。これがねマムートなんですよね。着用サイズはアジアの L サイズを着ています。175cm65kg の僕が着て、シャツをねインナーに着てジャストサイズになります。マムートらしいスッキリしていて、ガチのねアウトドアスペックなのにもかかわらず上品な着こなしができる点もね嬉しかったりします。何年経ってもマムートはねやっぱりねマムートですね。ほんと素晴らしい。シンプルなハードシェルそのものだと思います。続いて6位がホグロフスのアナンタジャケット。これはね、いわゆるウィンタースポーツや雪山登山なんかでも使えてしまうほどのスペックを持ったジャケットで、まあ、タウンユースにはね、はっきり言って不要なスペックです。だけどね、めっちゃかっこいいんですよ。ブラックとチャコールの切り替えデザインの中に赤い止水ジップがアクセントになっていてね、視界がね、パッと明るくなる様はね、もう見ているだけでね、楽しいんですよね。生地は耐久撥水加工されたゴアテックスパフォーマンスシェルがね、使われていて、ブラック部分はね、ストレッチが効いていて、動きやすさもね、工夫されてるんですよね。そもそものスペックに対してはね、もうね、文句はありません。シルエットもいいんですよね。アウトドアブランドらしからぬシルエットで、スマートな着こなしもできます。それにこの腕ですよ。立体なシルエットで完成されたこのラインはね、もはや完璧でしょう。で、すごいのが実はめっちゃあったかいんですよ。というのもライニングとメッシュが共にね起毛した素材にできてるんですよね。なので着た瞬間からねほのかに暖かく感じるんですよね。まあベンチレーションもあるのでね、調整も簡単に行います。スノースカートとフードはね切り離して使うことができるので、もうよりねスッキリして着ることも可能になります。雪関連以外で着る場合はね外しておいた方がね良さそうですよね。着用サイズは S サイズになります。 175cm65kg の僕にとってはジャストサイズで、ウィンタースポーツ等する場合はねもうワンサイズ上げた方がいいかなと思うんですけども、僕はタウンユースメインなのでこのぐらいスッキリしている方が着やすいと思ってます。ということで第6位として全部入りのハイスペックジャケット、ホグロフスのアナンタジャケット、こちらを紹介させていただきました。続いてが5位ということで、ノースフェイスのマウンテンライトジャケット。タウンユース向けのゴアテックスアウターといえば、これがね定番の一つのモデルとなります。定番がゆえにブラックがね一番使いやすいかとね僕は思ってます。購入したこのマウンテンライトジャケットはもう2年もね前のモデルになるんですが、今でもね現役バリバリです。派手さはないけれど確実で裏切らず安定していて、ある意味ね紳士的なアウターじゃないでしょうか。もちろん特別なものもありません。
シルエットもいい意味でね、平凡。腕も直線的で、まあ、決してね、いいとは言い切れません。でも、突き詰めてほじくって考えれば考えるほど、これはこれでいいんじゃないっていう感がね、湧いてくるんですよね。そう思ってね、改めてマウンテンライトジャケットを着てみると、なんかね、すごい頼もしい存在だなって。少し固めの生地感や大雑把な作りが、まあ、変に心地よくって、それがねめちゃくちゃ安心するんですよね。全く気負わなくていいゴアテックスジャケット、これがね定番のマウンテンライトジャケットの最大の魅力じゃないでしょうか。着用サイズは M サイズになります。 175cm65kg の僕でジャストサイズです。厚手のものを中に着込む予定はないので、タウンユースメインだとこのサイズ感でねバッチリだと思います。サイズ感の参考にもしてください。ということでノースフェイスのマウンテンライトジャケットは第5位としてね紹介させていただきました。続いては第4位、ビームス別注のアークテリクスシータ SV ジャケット。これはねもうコレクションレベルですね。ビームスの35周年を記念にアークテリクスに別注したクレイジーカラーのシータ SV ジャケット。過酷な環境下でも耐えられる防水性と耐久性を持ったモデルで、もうこれこそまさにねいろんな意味でオーバースペックだと思います。でもね、それがいいんですよ。それでいいんですよね。ブラックをベースに赤や青、黄色の切り返しのクレイジーさにグリーンやオレンジの止水ジップも加わって、もう元気いっぱいなジャケットです。スタンドカラーの内側にフードを収納できるようになっていて、そこを開放してあげるとね、ビームスのロゴを見つけることができます。着用サイズは S サイズで 175cm65kg の僕でちょうどいい感じです。このシータ SV は着丈が長めなのもね嬉しいポイントで、まあ、だけどねこのクレイジーパターンを今堂々と街中で着る勇気をね残念ながら40歳になろうおっさんはね持ち合わせていません。だけどねたまに袖を通すとねがっつりテンションが上がってしまう、この不思議、これがたまんないんですよね。なんとか着る機会を作りたくってこの動画での登場となりました。まあ、いつ着ようかなとね今考え中です。ということで第4位としてビームス別注のシータ SV ジャケットを紹介させていただきました。で第3位に選んだのがノースフェイスのマウンテンジャケットと言ってもワイマラナーブラウンというカラーのねマウンテンジャケット、これが第3位です。2019年のモデルのカラーになるんですが、いや、やっぱりダントツでかっこいいカラーだと思うのはね、僕だけでしょうか。グレーとカーキが絶妙なバランスで混ざった、なんとも言えないアースカラー。素敵すぎるんですよね。マウンテンジャケットのマットな質感が、もうこのカラーをね、より引き立ててくれていて、もう上質が溢れんばかり。極力ステッチを隠して、スッキリした印象で、スタイリッシュでシンプルにね、まとめられています。マジックテープは埋め込み式で強度も抜群。腕のラインも一手間加わったパターンで、動きやすさも確保されています。ダウンやフリースをジップで連結できたり、冬山登山からスノースポーツまで対応できるハードシェルで、なんかね優しい雰囲気もあって上品な美しさもあって、もう完璧なジャケットでしょうね。着用サイズは L サイズ 175cm65kg の僕でワンサイズ大きいかな的なサイズ感です。だけどねそんなにダボダボした感じじゃないので、ベルクロで調整したりドローコートでね絞ってみたりインナーを厚手のものを着てみたりとねいろいろ調整できますので、結果的にこのサイズでも良かったかなと思ってます。サイズ感のね参考にしてみてください。ということで第3位としてね紹介させていただきました。続いて第2位がゴールドウィンのゴアテックスマウンテンパーカー。パッと見からはゴアテックスだとはね多分わからないくらいのねコットンライクな質感で大好きなマウンテンパーカーです。ゴールドウィンらしさがねたっぷり詰まっていて、もうさすがーとねうなってしまうほどで、昔ながらのマウンテンパーカーがベースとなっているんですが、都市型のデザインへとねアップデートされています。ステッチが表に出てこない縫製だったり、小さなドットボタンだったり、あとマグネットがね使われていたりと、同色系でまとめられた刺繍だったりと、もう完全にねシンプルにまとめられています。そしてなんといってもこの収納力ですよ。合計してみるとポケットの数は12個もあるんですよね。近年稀に見るポケットの多さで、まあ、全てのポケットに意味があって物語が存在します。そんなポケットたちも綺麗に配置されていて、ごちゃごちゃ感をね感じさせないよう統一されています。機能という機能全てデザインへとね変革させた大人のマウンテンパーカー、もうね素晴らしいです。
滑りがいい裏地が使われていて、表はナチュラルな柔軟性を持った生地に仕上げられているので、ゴアテックスアウターとはね思えない最高の着心地をね提供してくれます。ほんと購入してよかったなと思ってます。でサイズ感ですが、着用サイズは L サイズ、175cm、65kg の僕で少し余裕があるサイズ感で、もう少し中に着込めたりもできます。インナーダウンを着ると冬でもね対応できるので、冬のメインアウターとしてね着ていこうと思ってます。ということで第2位としてゴールドウィンのマウンテンパーカーを選びました。そして第1位がアークテリクスのサーミーパーカー、いわゆるゴアテックスダウンジャケットなんですが、その一言でね終わらせるにはもったいなさすぎるくらいのダウンジャケットでもあります。ゴアテックスを採用しつつも、しっとりとしたコットンのようなマットな質感の生地が使われていて、もう上品さをね感じます。なんとも言えない肌当たりの良さがねとにかく素晴らしい。それにこのデザインがね本当にいいんですよ。めちゃくちゃかっこいいと思います。シンプルにまとめられているんですが、しっかりと存在感もあって、バランスがまたえぐいんですよ。ジッパーやボタンが表側に一切出てこないようなフラットなミニマルなデザインで、悪目立ちしないアークテリクスのロゴの刺繍や同色系のゴアテックスの刺繍など、もう徹底したデザイン力がね伺えます。おそらく一見ダウンジャケットとはねわからないくらいスッキリしていて、しかもアウトドアブランドだともね気づかれないくらいシンプルに仕上げられていると思います。で驚くべきが内側にもあるんですよね。表側はフラットですが、内側はたっぷりとダウンが注入されています。で実はこの内側はダウンだけじゃなくって、コアロフトという河川の中綿もね使われているんですよね。ハイブリッドなジャケットだったんですよ。背中や腕部分などのボディの大半にはグースダウンが使われているのに対して、フードや脇の下の部分や首周りなどはね濡れやすくて湿気が溜まりやすい場所にはコアロフトが使われています。でこれはアークテリックスが独自で採用しているダウンコンポジットマッピングというね技術だそうで、ダウンの弱点をコアロフトで補って、保温力やコンパクトさ、なおかつ湿気に強い最強のダウンジャケットをね完成させたんですよね。アウトドアのノウハウと快適さと丈夫さのスペックを持ったアークテリクスが自信を持って世に送る普段使いできる最強のダウンジャケット、それがねサーミーパーカーなんですよ。いやもう最高ですよね。着用サイズは S サイズになります。175cm、65kg の僕でジャストなサイズ感です。インナーにスウェットも着られるくらい余裕はあるんですが、それでもねスッキリしていて言うことはありません。お尻も隠れるくらいの着丈がまた嬉しい。前を開けてねハーフコートのようにも着られるので、冬場はねほんと大活躍してくれます。ほんと大好きなジャケットで、ずっと使い続けたいものの一つでもあります。ということでアークテリクスのサーミーパーカーが第1位のアイテムとして紹介させていただきました。はい、本日は買ってよかったゴアテックスジャケットということで、マムートのカウンタムジャケット、ホグロックスのアナンタジャケット、ノースフェイスのマウンテンライトジャケット、ビームスベッチのシータ SV ジャケット、ノースフェイスのマウンテンジャケットにゴールドウィンのマウンテンパーカーで、アークテリクスのサーミンパーカー、全部で7点紹介させていただきました。まあ、ここで見るとねほとんどどれもいいもので、順位をつけるのはね心苦しかったんですが、今の僕の気分ではこの順位でおすすめさせていただこうかなと思ってます。ぜひ参考にしてみてください。ということで以上となります。本日はご視聴いただき本当にありがとうございました。チャンネル登録やコメント評価など気軽にしていってください。それではまた次の動画で、さよなら。